和田峠は、東京都八王子市から、神奈川県相模原市緑区の間にある、山梨県道、神奈川県道、東京都道521号上野原八王子線の峠。標高690メートル、全面舗装である。元来、和田峠は、相模からの呼び名であり、八王子からの元々の呼び名は、安価峠であったという記述もあるが、現在では、 和田峠の故障のみが残っている。神馬街道の峠であり、峠の頂上が神馬山の頂上へ向かう登山口になっている。西東京バスで高尾駅から神馬高原下バス停へと向かい、そこから和田峠頂上まで徒歩で登り1時間下り40分。和田峠頂上経由で登山するハイカーや自動車で峠まで行き、そこから登山するハイカーもいる。また、 少ない通行量や全面舗装であることから自転車やオートバイで峠を越えるものも多い。しかし、峠周辺は道幅は狭いところが多く自動車でも通行可能ではあるがすれ違いができない部分が多くあり行くも戻るもできない状態となることがある。雨量によっては峠の頂上で通行止めになる場合もあり規定雨量を超えた場合はふもとの電光掲示板によって 通行止めを知らせる場合がある。勾配は12%から13%あり、ヘアピンカーブが続くところもある。頂上には、和田林道完成記念碑、峠の茶屋、駐車場、トイレがある。ハイカーやライダーの休憩所となっている。ありがとうございます。